ナスティア・リュウキンは、ロシア系アメリカ人の女子体操選手である。ロシアのモスクワ生まれ。2008年の北京オリンピックの女子個人総合で、金メダル、世界体操競技選手権でも2005年に、平均台と段違い平行棒を、2007年にも、平均台で、世界チャンピオンになっている。世界選手権でのメダル獲得数は、通算9個は、シャノン・ミラーと並んで、 アメリカ女子体操選手獲得メダル数の歴代最多体記録となっている。1988年のソウルオリンピックで金メダルを獲得したワレリー・リュウキン。母親に1987年の世界新体操選手権のクラブで金メダルを取った元新体操選手アンナ・コチニエワとの間に1989年10月30日生まれた。2歳の時に一家は アメリカ合衆国に移住したではなくなっている。1994年になると、父親のワレリーが、テキサス州プラノに、ワールドオリンピックジムナスティックスアカデミーを設立した。12歳の時に、アメリカ女子ジュニア代表となり13歳の時に、全米ジュニア総合チャンピオンになり、2003年の、パンアメリカン競技大会の個人総合で、銀メダルを獲得した。 2005年以降アメリカ女子体操代表の主力選手となった彼女はこれまでに個人総合で4回チャンピオンになっており段違い平行棒では2005年以降連続して全米選手権で優勝しているこれまでに世界体操競技選手権の代表に3度2003年2007年のパンアメリカン競技大会2006年2008年の パシフィックリム選手権に出場している。彼女は、シャノン・ミラーとメアリー・ルー・レッドーンと、同じく、アメリカ人女子選手が、オリンピック1大会において獲得した、最多メダル獲得数に並んでいる。2010年バンクーバーオリンピック、男子シングル金メダリストのエヴァン・ライサ・チェックと、交際していると言われていたが、現在は、アイスホッケー選手のマシューロン・バーディと婚約している。 北京オリンピック以降、競技から離れていたが、2011年に復帰。しかし、ロンドンオリンピック代表選考会において会に沈み、代表復帰はならなかった。ありがとうございます。